現在の時刻です。で、プロ野球の、状況が、まあ、こういうふうな状況なんですけども、今から食事したら得点がどうなるのか、1点どっかに入ります。で、まだ電子レンジとかに、ご飯とか温めてないんですけども、今から温めてまあ食べるんですけども、それから得点がどうなるのか、ちょっと見てみましょう。まあ、ホームページに書いてます。今日、試合が終わるまで、食事しませんって。このややこしい状況。ね。1対1の同点。延長戦なんかエネルギーの残存量問題でなくしたいって言ってるのに、同点。だからこれでペナントレースの試合の勝ち負けとかを、担ってるものからしたら、同点なんかいらないわけじゃないですか。同点というか延長戦。延長戦。9回で引き分けでいいわけじゃないですか。12回で引き分けになるんだったら。みんな早く帰れるんだから。エネルギーの残存量問題。で、晩ご飯なかなか食べれないように、こういうふうに、ややこしい引き分けに持ち込まれる。で、阪神タイガースの9の人たちは受け入れてくれてる。阪神タイガースの人たちが犠牲になって、まあ、DeNA さんが勝ってる。で、大谷翔平も今日の試合、自分から進んでセーフティーバント。まあ、犠牲バントじゃないんですけども、まあ、その辺のところは、まあ、やっぱり犠牲になっている部分はありますから、裁判所は真実が全てですから。で、この、ロッテさんの試合、ここは終わるまでは晩ご飯待ちます。この一番ややこしい、状況。どちらが得点入るのか、どれだけ何十年もこういうふうな立場をさせられた人間の、悔しさとか、業務までアップロードしている、この内容、僕が言ってる内容っていうのを聞いていただいてね。で、それで、ちょっと題名、こちらが題名なんですけども、ホームページ、淡井圭介の履歴の一番から、アクセスできるようにしておきます。まあ、今日中にはできるとは思うんですけども、ここで言ってる内容を聞いていただいてね、僕を9回も精神病院に入れて、どれだけ隠蔽をして金稼ぎをしようとしていた連中がいたのかっていうところ、それと社会の大問題のところ、昔から言われてたんですよ。そのスポーツ業界の人間を警察官するのは無理だっていうこと。精神病院に連れて行って しまったりするから。お金の流れとか税金で、公務員の人たちは、お金をもらってる。まあ国からのお金の流れがある人はね。で、民間の人たちも事実として存在していて、本当に倒産もあると。で、事実破産法もあると。で、それを通せるのは裁判所だけであると。法律でそうなってます。まあ毎日こういうふうな動作をこうしてるんですけども、これ動画アップロードするまでにだいぶ時間かかるんですよ。こういうのをいちいち打ち込んだりして。ちょっとごめんなさい、一旦こう置きます。ちょっと両手使いたい。両手使わなかったらなかなか作業は進まないんで。こうしときましょう。テレビ出てる人もそうなんですけども、見てる人は誰なのかにもよるんでしょうけども、僕も影響を受けるんですよ。パソコンを売ってる時の状況とか。一般社会も本当はそうだから、その辺のところの対応の仕方を知ってる人とそうじゃないと。こっちでは違うって言ってる人は、コンピューターに守られてるだけ。自分が、なんて言ったらいいかな。そういった仕組みを知らないで自由に動けているっていう状況は、守られてないだけ。攻撃を受けてないだけ。わかる？こちらが被害者っていうこと。もう今年47。
この話は本当だから国会や、今までの歴代の大臣とか他の、まあ、総理大臣の方も含めてなんですけども、淡井圭介側でいいって言ったり、君側でいいって言いますね。僕の名前はなかなか出さないですけども、大臣と同格として、認めてくれています、国会で。その話は本当ですよ。各都道府県に、例えば兵庫県だったら兵庫県警本部という本部があって、そこに指令を出せるのは兵庫県知事だったりするんですよ。法律でそうなってるんですよ。で、大臣との同格者は知事なんですよ。もうその上は総理、いや、あとは、天皇陛下とか、まあそういうふうな形になります。あとはまあ国連の人たちとか、まあまあ、うん、まあ大臣の上といってもその官房長官とかもいますから、まあまあまあ言い出したらキリがなくなるんですけども、まあ、そういうふうな人間の立場、まあこういうふうなスポーツ業界とかの勝ち負けとかにずっと行動から何から何までずっと関わってきた人間をずっとないがしろにして、1円もお金を払わなくて、そのどれだけ悔しい思いをしていて、その話を知って、どれだけの多くの人間が淡井圭介の横を通り過ぎながら喧嘩を売るようなことを言ってきたか。自分たちでは喧嘩を売ってるつもりがなかったとしても、笑いながら言ってるだけでそれはもう喧嘩を売ってるのと同じなんですよ。ご飯すらなかなか食べれない、気にして。そのルールに付き合わされたのが阪神タイガースなんですけども、そういうふうな内容については、詳細に聞いてる。ただこのコンピューター社会の世の中がどれぐらい間違えてるかっていうところ、それをしっかりと言ってます、この動画でね。あとは、ホームページ淡井圭介の履歴の、まあ、一番のところですね。まあそこのところで、どういうふうなことを述べてるのかっていうのを、ちょっともうご飯とか温めたりしますね。これもう本当の話だけでいいでしょ。あ、もう家の中の喋った内容とかを聞いて、特典どっか取っていたとしたら、それはそれで変ですね。一応どうなってるかといったら、ご飯食べてないからロッテさんの試合終わりました。終わんないでしょ。どちらが点取ると思います？今までのパターンで言うと巨人。こういう風な卑怯なルールをずっと使ってたっていうのが巨人であって、今まで、9回連続日本一になったりしてたのが巨人の実態。ちょっとまあ咀嚼音とかして、まああれかもしれませんけども、まあまあ本当の話から進めなきゃなりませんから、まあ実際ご飯、ちょっと口の中に含んだりしますね。フルーツラパークのバーベキューコーナーで1998年にギネス記録を作っています。月間売上の世界記録1億円超え、一レストランとして1ヶ月の売上を、1億円超えれるところなんかまずありません、この世の中。嘘言ったっていうところで責められて、今日試合が終わるまでご飯食べないって書いてるんですよ。それが頭の中よぎって今震えが来たんですけども、そいつがとんでもないお子ちゃまだけ、根性なしの書いてる文章早読め自分で。ロッテと楽天と DeNA や、横浜 DeNA だけや、他の球団淡井圭介が食事したときに点取ったところが犯人や。もう
口に運んだっていうのはまだまだね、あと残ってるところこの試合だけ。どうしましょう、このまま再生しておきましょうか。再生というか録画で途中の間何分から何分は言いませんって記載しておきましょうか。食事してる日なんかしない、これが毎日の生活。こんなぐちゃぐちゃな生活を阪神・淡路大震災の被災者に、家屋全壊した被災者に、明らかなことに26年以上させておる。巨人からの支払い1円もないよ、阪神タイガースもない。阪神タイガースは自分が好きな球団だから、地元の球団だから悩むんだけども、分かるというよりも昔お金を払うっていう話をしてくれました。阪神タイガースの吉田芳雄さんっていう監督、その人がフルーツフラワーパークのレストランカトリアに来て、まあ二十歳前後そこそこの僕に、1985年のその日本一の件とか、やっぱりそれが原因なんじゃないかとか、まあ阪神タイガースの人たちはの間ではまあそういう風な話になっていたりとか、違う違う、ルールがとてつもない、東京からの作手側の変な電波のルールがあった。これはもともとはテレビ局、日テレ、日本テレビ放送も株式会社、会社の登記簿の名前、通称日テレ、読売テレビ、読売新聞、読売ジャイアンツが、その系列のところが日本の民間のテレビ局として一番最初に開業してるんですけども、一番最初にテレビ局を作ったのは海外で、そこのお金が流れ込んできてる。だからあのヤンキースの優勝回数とか、僕のホームページからあの全ての球団の今までの優勝回数、アメリカンリーグとナショナルリーグの優勝回数とか、地区優勝の数とか、あとワールドシリーズの優勝の回数とか、一覧表載せてますけども、まあ、それも今日途中の、14時過ぎ、大体それぐらいの時間帯になったらメジャーリーグの試合は全て終わってます。でその時間帯、夕方からのその日本のプロ野球の試合が始まるまでに、去年からのデータ更新してませんでしたから、まあ、阪神タイガースとか優勝者、優勝しましたし、オリックスバファローズさんとか、まあ、去年はレンジャーズの人たちが初めて優勝できてるんですよ。それも前からもう言ってたんですよ、去年の最初の頃から動画で公開します、でホームページも公開します、何年前からって。まだ優勝したことないところが優勝するべきだって。だ昔あの世界最速、その当時、を記録したチャップマンっていう左利きの投手、キューバ出身の方なんですけども、その人は、エンゼルスとの試合で、翔平がまだいた頃に、まあ、翔平の二刀流も進めたのは僕なんですよ、高校生の頃から。あと日本のプロ野球業界の人たちに、その二刀流をぜひ成功させてほしいということで、まあ、いろいろ協力を呼びかけて、でどういうふうなトレーニングを進めていくべきかとか、あの実際肉体に負担がかかるものですから、まあ、そこにチャレンジして、ピッチャーとしてもバッターとしても、体制していると。しかしそこにはあの頭の中を人から借りたりだとか渡してもらったりだとか、まあ、そういうふうな、事実があって、で、まあ、エンゼルスの選手の人たちが全員あの、まあ、覚醒っていう言葉、まあ、ワンピースとかでも使われてますけど、もともとはまあ僕がその我が天下とか我が天下戦国富豪っていうゲームで、僕らの提案でできたゲームなんですけども、そこで覚醒っていう、まあ、武魂とかね、そういうふうな概念、うん、そういうものを取り入れて、作られたゲームなんですけども、まあ覚醒してる状態、要するにまあ目覚める、まあその神がかり的な力とはいえね、そのまあ目覚めると、まあそういうような意味合いでもあるんですけども、法律とか、まあ、まあその1イニングで、あの世界最速のチャップマンが 4,5 点取られて、エンゼルスに逆転負けしてるんですよ。もう全員赤バッター別の国の人ですけども、頭なんか貸したりとかで、だからそれはそういうような仕組みで世の中が動いてるっていうことを知っていただいて、でだからそこで、ね、人権とか電波の
働き方とかそういったことを、強く主張していて、まあ、とんでもないその電波とかでの頭の中の作詞とか顔とかを撮ったりとか、なかなか、だからもともとテレビ局はそういうものだったんですよ。テレビ出演者の人って顔綺麗な人たちが多かったでしょ。だからそれにはちょっとしたからくりがあって、テレビで寝転んで見てる人から肌を撮ったりとかね。だから僕家でテレビを見ていたら肌がどんどんこうくちゃくちゃになっていくんですよ。寝転んで見てるだけで背もたれ使ったりしても呪いが来たりだとか。だからそれは国会議員の人たちとかは僕のことを知ってくれてるから、僕はその背もたれ使っただけで大変な目に遭ってるっていうことを知ってくれてるから、まあ自分たちの方は言い間違えたりだとか、僕は背もたれ使うと。な、同じような現象が僕にも起きているのであって、これがカメラの前に出るっていうことであって、映るっていうことであって、世間に公表するっていうことなんですよ。だから誰の影響を受けて僕はそうなってるのか、これは分からない。僕の場合ははっきりしてます。僕はテレビ見た時にテレビ出演者の人たちは明らかに影響を受けてますから。なんか昔の VTR とかを何回も使ったりしてるっていうのは、まあ、しっかりと喋れなかったりだとか、ろれつが、舌がこう回らなくて、回りきらなくて、言い間違えたりだとか、そういう現象は起きてるんですよ。なんかそこはちょっとつながりすぎてる部分で、だから撮ってしまったりとかをしたり、してる。お互いに。心の声とかもありますし、そこで無茶なことを考えたとしたとしても、相手の顔に影響は出ます。これがテレビに出るっていうことであって、YouTube も同じ原理なんですよ。で、その設定をどこがしてたかって言ったら、科学業界。一番特許を持ってるのはアメリカさんです。マイクロソフトさんとか、まあ、アップルさんだとか、だからそこで多くのことを設定して AI が稼働してる中で、まあ岸田総理にね、まあこの間もニュースで放送されましたけども、もう少し何年か前に放送されてた内容、一回言ってもらった内容だと思うんですけども、その AI と戦わなければならないっていうことを発言してるんですけども、まあもっと、まあ、何年も前に別の国の首脳の方か日本の総理の人で同じことを言った人はいるんですけども、仕組みが分かっていて。だから、コンピューターの自動の考え方で人間の言葉を優先したとしても、人によってその言ってる内容とコンピューターの受け止め方によって、あとは設定、コンピューターに設定されている設定、完全に AI になってしまった場合、コンピューターが自分で物事を考えたときに、結局世の中、電波でどこの誰がどういうふうにつなげられるかっていうところが分からない。じゃあ私のような、中心人物っていうところの、その今までの負担っていうのは、誰が保証してくれるんですかっていうことになるんですよ。金銭的なところもそうなんですけど。で、ちょっと先ほどの話進めますよ。10回表、長いでしょ。ランナー出てるんじゃないですかね。ちょっと待ってくださいね。インターネットから確か見れると思うんですよ。今、中日の攻撃ですね。ちょっと待ってくださいね。スポーツの速報とかで、ライブスコアを固定しても、これは違うか。ちょっと待ってください。ライブスコアを固定って押しても、横にこういう表記が出てくるだけなんですよ。今ちょっとね、証拠を回収しようとしてるのであって、これ別に嘘を言ってるんじゃなくて、どこのチームが優勝しなきゃならないのかっていう重要な話であって、ある程度の時間過ぎた、これは同点の時でも、そう僕はご飯食べますよ。だからその、他の人からしたら、中日の味方をして、巨人に勝ったらいいじゃないかって考える人がいるかもしれません。どうなんでしょうね。こういう撮影が始まったら、すぐ、喋らなくなったりとか、こっちに絡んでこなくて逃げていく人たちとか、そういう人たちは、まあ、何らかの形で淡井圭介を利用して金稼ぎとか何か考えていたりだとか、あと、してることに関して、まあ、僕のことがよく分かってなくて、どれだけの苦労があるのかっていうことを知らないで、簡単にものを言っていた。こんなひどい生活ありませんよ。
で、淡井圭介と結婚話をした人間の電話番号を一時的に教えてもらったことはあるんですけども、すぐに音信不通になります。デートした実績ありません。デートらしいデートね。フルーツララパーク内は、そこは会社だから、そこで、ホテルマンとしてだとか、まあ、バーベキューコーナーの従業員として働いたりっていうことは多くの人間はしました。僕と関わることによって、各テレビ局の看板アナウンサーになったりだとか、もともとはそうだったんですよ、話の流れは。だから、ビーズのお二人も、まあまあ、もう僕は働いてた頃、フルーツララパークで働いてた、この前からビーズのお二人は有名でしたけども、まあ、まあ、まあ、グレイの皆さんも、まあ、有名になってると言っていいか、まあ、完全にその、すごいバンドっていう位置づけになる、まあ、頃の前に来てくれてるんですよ。まあ、ラルク・アンシエルのメンバーの人たちもそうでしたし、ルアンシーの人たちもそうでしたし、まあ、こういうふうな速報ですね。これで、まあ、状況分かるんですけども、証拠ですからね。ね、もう、警察官の人で佐藤さんが、外の、撮影者はダメだって言ってましたけども、それもその警察官の人は間違えてるってわかるでしょ。その佐藤さんの人は嫌いなわけでもないし、その佐藤さんも何か上に言われてね、そういう風に言ってるっていう可能性は十二分にあるんですよ。だけども、さっきの車の音聞いたらわかるでしょ。これヘッドホンつけて聞いてください。ボリューム最大にしてスマートフォンとかパソコンとか使ってる人。さっきの音聞いたらわかるでしょ。改造マフラー。捕まらなあかんやつ。本当、世界のルール法律、改造マフラー使ったら本当は捕まる。こんなしょっちゅう家の前とか来られてね、鬱陶しいか鬱陶しくないかぐらい分かるじゃないですか。それ集団で喧嘩売ってきてたんですよ。カールガールでね。こんな卑怯な話、この世の中どこにあると思います？ 26 年間にわたって。全員一人で歩いたらいいじゃないって。で、何も喧嘩売るようなこと言わなかったらいいじゃないって。もともと仮設住宅暮らしよ。盆城マンションの東山コーポが全壊して、阪神淡路大震災で、1995年、神戸市兵庫区生まれ。東山町4丁目16の18。ちょっとね、今状況、この速報、ペン入らなかったみたいですね。で、この後どうなると思います？巨人に点入ると思います？今までこういう風なパターンで毎回1点阪神タイガースは取られてたんですよ。相手チーム、全球団相手。そうじゃなかったら、その、最下位、5位、最下位。これを2サイクルやられてるんですよ。6球団でしょ？ちゃんと法の下に平等で優勝が力の頭の中とかの行き渡り方が平等にされていたら優勝回数とかみんな同じになるんですよ。これが平等の社会。仕事ができるつもりになってたんじゃないですか、東大での人たち。本当に根性あるんだったら僕と同じようなこと言いましょうよ。テレビ出て YouTube でもいい。それが学歴社会の正体。学校の先生になって、大学の名誉教授とかになって、大きなお金が稼ぎたかった。公務員になって、大きな収入が得たかった。安定して。400万円以上から大きな収入。これが本当の話。プッて笑ってる人間が、世の中の実態を分かってない人間。音声でさっき聞かされてるんですけども、まあ、昔そういうふうな言葉を投げかけた人間かもしれませんし、今、この動画を見てる時間軸の人間が女性の声だったんですけどね。議員かもしれません。
ろくなもんじゃないよ、こんな世の中。もう善意ある、心ある議員さんもみんな本当はそう思ってるから、こんなむちゃくちゃな世の中。な、岸田さんも頑張ってくれて国会で、基本的に淡いケースけど、会って話したことある人が国会で総理、国会議員になって総理になってます。淡いケースけど会って大臣以上になった人は50人以上います。会って話して。短かったにしてもですよ。だから岸田さんもその、この辺でトヨタ自動車さんが、もともとさら地だったところに新しく、店舗を作ってしまって、僕は生まれてくる前から少子化が進んでるんですよ。僕1977年生まれなんですよ。車なんか売った後だから、なかなか買い機なんかいるわけないじゃないですか。それなのに、この辺りに1区間の駅の周りにトヨタの店舗だけで4店舗あるんですから。おかしいでしょ。そこを中古車を集めて置いとく場所にしておいたらいいんですよ。でそういうような場所がもともとあります。で、そこはもうどうなってるかって言ったら、もう10年以上前から同じ車を置かれたりしてます。で、まあナンバーとかなくなってますよ。で、早く解体して、その金属溶かしたら良かったんですよ。だから円安にしてるんですよ。資源のむちゃくちゃな使い方を日本はするから。だから、河川の撮影とか行った時に、はっきりと分かったことですけども、河川の撮影を、まあ、1日かけてする、その途中でね、もう、不法投棄されてる、捨てられてる車が、もうサビサビになって、10台ぐらいは簡単に見つかるんですよ。もう、小野市もそうだし、加藤市も多分100台ぐらいあると思いますよ。どちらの市も。もっとあるかもしれない。神戸市内もみんなが気づいてないだけで、どっかの自動車センターなんだ、中古車ショップだって思ってるところが丸ごと潰れて、車から苔が生えてるんですから。もう神戸市内も100台以上あると思いますよ。どう考えても。もうこの間、被災地撮影しに行って、現地の人たちの状況とか聞いて、で、まあ国会の方に、ああするべきだ、こうするべきだっていうことを伝えていて、まあもともとある程度言ってるんですけど、阪神・淡路大震災の被災者だったから、どうなるかっていうことぐらいがわかるから。帰りに滋賀県の琵琶湖の西の方の周りの JR に乗って帰ってくるときに、まあ河川の撮影、河川水門開閉式だもん、発電で。その時に、その河川の橋の上に行くだけのその歩いていくルートのところにたまたまもう不法投棄されている車が30台。だからもともとそういう引き取り屋をしてた業種をしてた人たちの家なんじゃないですか。その自宅のようなところまで。そこの家も人気がなかったんですけども、多分もう住んでないと思います。差し押さえられて。まあ、そういうほったらかしの社会っていうのが広がっていて、日本全国で多分1万台ぐらいあると思いますよ。放置自動車。それ全部回収したら、大型船いっぱいの鉄鉱石海外から買うのとね、どちらが賢いと思います。それはもう円安続行にしますよ。それはもう自民党の人たちとかも、他の党の人たちも、立憲民主党の人たちも、公明党の人たちもみんな知ってますよ。本当は僕らもそう思うって言ってくれてる人はちゃんと言いますよ。円安にしなかったらこのほったらかし治らないんですから。一応撮影したところは、まあ行政の人たちとかが動いてくれて、で、回収してくれてるんですよ。まあ善意あるその回収業者の人たちが。あとはまあ、トヨタさんとかに頼んでるのは、まあ、要するに円安で純利益とかものすごい額とか上がったりしてるんだから、ちゃんと自社化の人たちでお金払ってもらって、もう本当は、トヨタもそうだし、日産もそうだし、ホンダもそうだし、その自分のところで作ってきた車のことだから、どのパーツが、どういうふうな金属なのか、これ分かってないと、分解してもらった時に、次溶かす時に、従来の金属とは違う金属との合金になってしまって、強度とか分かんなくなるんですよ。だから、ちゃんとパーツを分けてもらって、どういうふうな金属を使用していたかっていうことを、
しっかりと区別できるように、あと、まあ、自動車整備士とかの資格を持たれている方たちとかにしてもらって、安全に、まあ、分解してもらうと、できるだけ手作業でガソリン使わないで、もう今時なんか車の解体なんか重機使ってるんですよ、特殊な重機。もちろん操縦してる人の腕はもう目を見張るものがありますよ。NHK の解体キングダムっていう番組でね、元 K1 の世界チャンピオンの正人さんが、まあ、出て現場に取材に行ってくれてるんですけども、まあ、そこでも未来の時間軸からの僕からの声が聞こえてきて、向こうでは人間が、しなきゃならないっていうことになってます。